おはようございます。ゆっくりと足先をゆらゆらと動かし始めます。少しずつ体を目覚めさせましょう。両手をグーパーグーパーグーパー、感覚を味わうように動いていきます。動きを止めて、両手を下腹部に置いたら、腹式呼吸をゆっくり意識して行います。吸う息でお腹がわーっと膨らみ、吐く息でお腹が沈んでいくような感覚です。何度か繰り返しながら、お腹の動きをじーっと感じていきます。おへそを中心に左回りにお腹をマッサージ、腹式呼吸を楽しみながら、内臓機能、腸も元気にするようなイメージで起こしてあげます。動きを止めて、ゆっくり腹式呼吸、朝の新鮮な酸素を体中に行き渡らせて、右足左足とお膝を立てたら、両手を組んで右膝をキャッチ、まっすぐご自身に引き寄せます。じわーり足の付け根に刺激を入れていきましょう。右足を下ろし、今度は右足を左足の上に数字の4になるように乗せていきます。真ん中ぽっかり空いてます。右手をその中に通し、左手外側からお膝の上で、こんな感じ、真ん中から通してお膝の上でつなぐ。辛い場合はお膝の裏でも構いません。太ももの裏でキャッチするような形でも結構です。お尻のストレッチです。寝ている間に縮こまりやすい筋肉たちをじわーりストレッチしていきます。コアラのポーズ。はい、ゆっくり下ろしたら、右足も下ろし、両足ともに伸ばしていきます。さあ、足先ゆらゆら、両手グーパーグーパー。足首回せそうであれば、ぐるぐるっと自由に動いてみましょう。両手は足の付け根をさすって、はい、いいでしょう。何度か腹式呼吸を意識してみましょう。両手を体側に置いて、はい、反対側行きましょう。両膝を立てて、両手を組んで、今度は左膝をキャッチし、ご自身の方にまっすぐぐーっと引き寄せます。足の付け根に刺激を入れて、今日一日が始まったこと、今日朝が来たことに感謝をして、ヨガを楽しみましょう。それでは左足の外くるぶしを右足の太ももに乗せるように、数字の4になるように乗せたら、真ん中から真ん中に左手を通して、こんな感じですね。数字の4になったら、左手を真ん中に通して、お膝の上で両手をつなぎます。遠くて辛いなと思う場合は、太ももの裏でつないでください。じわーりお尻をストレッチ、
呼吸をお尻に入れるようなイメージ、腰回りに入れるようなイメージでゆっくり入れてほぐしてあげましょう。今日朝が来たことを祝福し、細胞一つ一つを元気にしてあげるようなイメージです。それでは両足を下ろして伸ばしていきましょう。くつろいで、吐いてリラックス。体がだんだんと目覚め始め、柔らかくなっていくような感覚です。両足を軽く揃えたら、両手を組んで右膝をキャッチし、ねじりのポーズです。左手で右膝を取ったら、左側にツイスト、お膝を持っていきます。さあ右手です。ぐるぐるぐるっと時計の針のように回していきましょう。肩周りをほぐしていくような感覚です。大きく回してもいいんですが、肘を曲げて小さく肩を回すのもおすすめです。ご自分に合った方法です。それでは右手を大地に下ろします。この時に右の肩が浮きすぎないように気をつけて、ツイストを緩めていただいて構いませんので、右の肩をしっかりと着地させ、お顔の向きは右側に持っていきます。今心地よく感じるところに意識を向け、硬さを解放する感覚。お膝を真ん中に戻したら、右足を置いてスーッと伸ばしていきます。両手足の付け根に置き、さすっていきましょう。股関節周りが、血流がどんどん良くなるような感覚。反対です。両足軽く揃えたら、両手を組んで左の膝をキャッチ、ご自身の方に軽く引き寄せ、右手で左膝を右側へと誘導します。ツイスト。さあ左の肩周りぐるぐるっとほぐしていきます。時計の針のように、上から後ろ、上から後ろと肩をぐっと広げていきます。寝ている間に肩前にどんどん入りやすくなってますので、開いていく気持ちも前向きになってスタートです。あ、気持ちいいなって感じながら、さあ左手肩を大地に下ろし、まっすぐ肩のラインに腕を伸ばすか、肘から直角に曲げて手の甲を大地に下ろすか、お顔の向きは左側、呼吸を楽しみながら体がほぐれていく感覚を味わっていきます。じわーりストレッチできたら、お体を真ん中へと戻し、左足を大地に置いて伸ばしていきます。ふーっと一休み、お腹の動きを感じて、呼吸が全身に行き渡っていきます。さあ両足を立てたら、パタパタと左右に倒し、どちらか好きな方に横向きになって小さくなって、ここで一呼吸、はあ、さあ起き上がる準備をしていきます。頭が最後になるようにゆっくり起き上がって、ご自分が座りやすい座を組んでいきます。あぐらでも足を伸ばしていても結構です。両手で頭をマッサージしていきます。指の腹でトン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 と頭頂部や側頭部、後頭部など心地よく触っていきましょう。硬くなっている部分や気持ちよく感じる部分を重点的にほぐしたら、こめかみのあたりから頭頂部にかけてザーッと引き上げていきます。
OK です。さあ、両手をこすり合わせて手の甲を触り、指一本一本に触れるような感覚で優しい気持ちです。腕全体や反対側、手首や肘までを触ってあげる。ご自分に優しい気持ちを向けるような感覚で、朝一番自分にありがとう、感謝の気持ちを伝えて、指先を肩に置いたら肘で円を描くように胸を開いていきます。この時も呼吸を忘れずに、わーっと広がる感覚です。両手を膝に置いて、目をつむって、今この瞬間です。さあ、お首を回していきます。右側から吸い込む息でゴローっと後ろ、吐く息半分前です。反対側ものんびり、お首がつらいようであれば手を添えるなどして工夫しましょう。無理に回さなくても結構です。一周ずつ終わったら、座を整えるようなイメージで座り、両手を膝の上、手のひらの向き上向き、親指と人差し指で輪っかを作ったら、背筋をスーッと丹田から伸ばしていきます。おでこを広げ、お顔はにっこりと優しい表情です。腹式呼吸を味わいながら、体の感覚に意識を向け、細胞一つ一つに祝福と感謝を伝えていきます。今ここ、この瞬間を楽しんでいきましょう。今日も素敵な一日がスタートです。ナマステ、ありがとうございました。ありがとうございました。素敵な一日を。